はい、それではですね、前回の続きからやっていきましょう。水マントの晩餐会、アドミラルブリッジ、提督室のベルビブと話す。おお、FF ではないか。メルビブ提督との謁見の件で来たのだろう。早速、アドミラルブリッジの提督室へ向かうか？行きましょう。何階なんだろう、提督室って。メルビブさん、めっちゃ待ち構えてます。どうしよう。一応服装整えてきたというか、いつもの戦闘服に変えてきたんだけど。君か、待っていたぞ。具合はもういいようだな。実は冒険者の君に頼みがあるんだ。この仕事を任せるのは君しかいないのだよ。なんだろう。信徒と佐都と森の都と砂の都ですって。早速詳しい話をしよう。少々長くなるが時間は大丈夫かね。いいですよ。これは私がしたためた同盟国への親書だ。第七零歳、そしてカルテノの戦いで我々多くの民、仲間を失った。あれから5年、大地や人々の傷は未だ癒えきってはいない。我々のために命を賭して戦った英雄、光の戦士たちもどこかへと消えたまま。だが我々は前に進まなくてはならない。エオルゼア諸国はこの5年を節目として近くカルテノー戦没者追悼式典の開催を予定しているのだ。ほうほうほう。この親書にはその式典にまつわる取り決めが書かれている。私の代理としてリムサ・ロミンサの同盟国の盟主へこの親書を届けてもらえないだろうか。めっちゃ重要な役回り任していいの？外雨が降ってるね。5年前の戦いに従軍した冒険者のように、君もまたリムサ・ロミンサに尽くしてくれた。だからこそこの任を任せたいのだ。分かった、ありがとう、感謝する。同盟国であるグリダニア、そしてウルダハはリムサ・ロミンサから遠く離れた地にある。どうやって行けばいい？チョコボポーターで行けばいい？移動への足にはこれを使うといいだろう。なんだろう。え？リムサ・ロビンサ公認の飛空艇搭乗許可証だ。遠慮なく使うといい。飛空艇だと。アドミラルブリッジに併設されている発着場から同盟国間を行き来できる。巡回飛行便に乗れる。詳しいことはバデルに聞くと良いだろう。出張ってことですか？この許可証は本来そう簡単に渡せるものではないのだ。帝国の目を警戒し、飛行艇の便数も減っているからな。しかし、君のリムサ・ロミンサでの活躍は認められるべき行い。君の噂を聞いたある組織から、ぜひにと推薦もあったのでなと。やったー。それに、君の持つ可能性に私自身も期待してみたいと思ったのでと。超える力だったり、マザークリスタルのハイデリンの恩恵を受けていたりってこと？リムサ・ロミンサの盟主として、我が国を代表して冒険者へ伝える。世界を渡り歩き、世界を見てくるといい。旅行だ、旅行だ。やったー。ガノは人が作り出す。冒険者としての見識を深め、不可能を可能にする力を身につけてくるんだ。メルビブさん、やっぱ人ができてるというか、
いろいろな経験をしてるんですよね。そうだよね。ダメだって決めつけたらダメなんだよね。やってみないとわかんないことだって世の中にはたくさんある。マザークリスタルに導かれし、超える力を持つ。君にしかできないことがきっとあるはずだからな。さあ、溺れたイルカ艇のバデロンと話して、出張の準備っすかね。このリムサロミンサに限らず、エオルゼア諸国は自国に多くの問題を抱えている。この困難に立ち向かうには、君のような冒険者の力が必要不可欠だ。冒険者、この先もどうか力を貸してほしい。こんな私、レベル20になったんで、防具屋で試着してきたんですけど。もうちょっとね、レベル26ぐらいまで上がった方がいい装備買えるんでね。ちょい様子見ですね。イルカ艇にまた行きましょうか。そうか。どことどこって言ってたっけ ?2 箇所あるんだよね。その2箇所に出張に行ってもよろしい。これ明らかにこっちじゃなかったな。この赤いびっくりマークの鍵付きが気になるんだけど、今まだ受けれないんだろうか。ちょっと調べてみる。ファイター操作のレベル60以上、漆黒のヴィランズを登録済みである。リームだね。まだまだ遠いね、道なりはね。おしゃれ装備もゲットしたいな。どっちやねん。どっちかわけがわからなくなった。そんな時は適当にうろうろしてみようぜ。もう花火上がってないか。てか雨が降ってるね。一応月1でね、マルチプレイっていうか、フェイトだったり、コンテンツファインダーだったりを、やる日をね、決めようかと思ってますね。14だからやっぱ14日の日がいいかなと思ってるんですけど、今月14日予定がありましてね、今考えてるとこなんですわ。バデロンさん。よう帰ったか。メルビュー提督に会えたのか。お菓子をもらった。それは本当なのか。一、めちゃくちゃ嬉しそうだったね、今ね。食い気味に嬉しそうだったね。メルビブ提督の新書を同盟国へ届けることを任されるだなんて。お前さんの活躍がメルビブ総督に、リムサ・ロミンさんに認められた証だぜ。本当によかったな。俺も自分のことのように嬉しいぜ。めちゃくちゃ喜んでくれるね。えへんみたいなね。お前さんがリムサロミンサを訪れてくれたことを誇りに思う。飛空艇許可、搭乗許可証を手にしたということは、お前さんは一階の冒険者でありながら、エオルゼア全土を旅する権利を得たということだ。エオルゼアは広い。同盟国である森の都グリダニア、そして砂の都ウルダハ、リムサロミンサ以外にも多くの人々が住んでいる。これ最初に選ぶジョブで決まるらしいですね。最初の国がね。それにまだまだ未開の地も多いんだ。冒険者のお前さんにとって素晴らしい体験が待っているはずだ。だが、それだけじゃない。リムサ・ロミンサに限らず、どこの国も問題を抱えている。国家の内定、内向や蛮族、蛮臣のこと、嫌な場面に遭遇することもあるだろう。それでも俺は、
お前さんなら何かをやり遂げると思っている。第七零歳から5年、人々はようやく前を向いて歩み始めたんだ。お前さん自身の目でしっかりと見てきな、この新しい世界を。さてさて、いよいよ旅に出る時が来たのか。ランディングの、リ・ノフロと話すと。あ、すごい、なんか、あれ、バハムート？なんか光ってるね。あ、すいません、デート中でしたね。どさせん。どささささせん。ランディングに行くよ。普通こういう時はここでやり残したことはないかと振り返るもんだ。わ、竜騎士衣装かっけかっけかっかっかっけーす。聞こえてないよね。こちらはハウインド飛行車ブリタニア行き循環飛空便の搭乗窓口、受付窓口となっています。ブリタニア。これはターキー様。メルビブ提督より受けたまっております。ご苦労様です。早速ご搭乗の手続きをなされますか？かしこまりました。ご準備がお済みになりましたらお声掛けくださいませ。よーし。では次回、満を持して。出張へ行ってきます。ご視聴ありがとうございました。